11月25日金曜日の天気をお伝えします。天気図で見ていきましょう。高気圧に覆われて穏やかな天気となるところが多くなりそうです。では移り変わりでご覧いただきます。天気分布予想です。午前中からよく晴れて西日本や東日本では穏やかな天気となりそうです。東北も次第に日差しが届く見込みです。北海道は太平洋側では日差しが届くものの、日本海側を中心に雲が広がりやすく、特に東北ですと夜の時間帯ではにわか雪の可能性があります。空の変化にお気をつけください。続いて気温の予想についてです。金曜日14時の気温を見ていきますと、西日本東日本では日向ではぬくもりを感じることができそうです。この時期らしい体感となりそうですね。一方東北や北海道ですと昼間でも肌寒さを感じそうです。特に北海道ですと内陸を中心に氷点下となるところもあります。防寒はしっかりとしてお過ごしください。詳しい内容はアプリウェザーニュースからもご覧いただけます。ぜひご活用ください。